どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、本当の自分がわからなくなる人が、今すぐ思い出した方がいいことというテーマでお話ししていけたらなというふうに思っておりますえ。今回もですね、自分の心にあるメッキを剥がしていてですね、自分本来の輝きに磨きをかけていくということをしていってもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回の内容に入っていきましょう。ということでですね、今回の内容ですけれども、 本当の自分がわかからないとか自分ってどんなキャラクターなの何が大事なのっていう感じで自分がわからなくなる時ってちょくちょくあると思うんですよね。である人はすごくいいキャラクターでみんなからもすんごい人気があるんだけれどもでも自分はなんかキャラがぶれてんなみたいな自分って何者なんだろうなみたいなねそうやって思うからなんとか自分を変えたい。 自分もなんか明確なキャラクターが欲しい自分って何者なんだろうみたいなね、えー、そういうふうに思って変えようって思うわけじゃないですか自分を変えたいなっていうふうに思うんだけれどもでも無理に自分を変えようとしたらえ私ってこんな人間だっけ私ってこんなことがしたかったんだっけえ私って何なんだろう私のキャラクターって何なんだろうってブレブレになっちゃうみたいな分からなくなっちゃうみたいなことが起こっちゃうと。 それって本当の自分を見失っちゃったりとかねしちゃうわけですよそんなループに苦しんでる人も少なくないんですよねこの悩みに関してはですね YouTube のコメントにもいくつか届いているんですよそういった内容のものっていうのは例えばカナダさんからはこんなコメントが届いていました性格とか価値観とかって変えようと思ってもなかなか変えることは難しいですよね 行動自体を変えることはできるんですけれども自分自身の行動を変えることで本来の自分というものを見失ってしまう方もいると思いますその場合どのような対処が有効的ですかっていうふうにです、ねえー、こういったコメントをいただいてます確かにこういう疑問って浮かび上がってくると思うんですよね,ね浮かび上がってくるとは思うんですけれどもこのようにですね今の自分をなんとか変えたいんだけれども変えようとしたら自分を見失ってしまう自分のキャラクターが分からなくなってしまう 無理をしているような気持ちになってしんどくなっちゃうみたいなそういった問題っていうのはやっぱりね付きまとうものだと思うんですよただ実はこの悩みとある視点ですよね視点この視点が開かれることによって一気に世界がブワッて広がって何々なんだ自分はと私は何々なんだみたいな そんな目の前の景色がプワッと明確になるというか広くなるというかななんんんかそんな、ね、視点があるんですよね、うん、僕も実際学生時代にですね自分のキャラクターにすごく悩んで本当の自分が分からなくなってしまって、うん、話し方とかもね振る舞い方とか人との関わり方とかも分からなくなって迷走してた時期っていうのがあるんですけれども今回話す視点ですよね、うんうん、この視点を採用できるようになってから自分の方向性がバチッと定まったんですよ あなたも今回話す視点を採用していけば自分の価値観ですよねえ自分の価値観や性格っていうものをいい方向にアップデートしていけたりだとか本当のあなたですよねが明確になったりだとか人目が気にならなくなってブレない自分になるとかそういった変化が起こってくるはずですぜひですね最後まで見て変化を楽しんでもらえたらなと思いますではですねまずどうしてあなたが今なかなか変われないと悩んでしまっているのかと いいいううことにつてて考えていきましょう自分を変えたいんだけれども、自分の言葉を変えても、行動を変えても、なんだか本質的に変わった気がしない。そういうとき、多くの人が陥ってしまっている思考パターンがあるんですよね。思考パターン。でそれが何なのかっていうと、それは、これなんですよ。もぎ取り思考ですね。もぎ取り思考。もぎ取り思考っていうのは、まあ、僕が勝手に名付けた思考なんですけれども、要は 果実の木を育て始めた瞬間に果実を食べてしまう。うん、そういった感じですね。誤、まあ、った思考の動きです、うん。そういったことを指してますで。果実の木っていうのはですね、まずしっかり育てないと果実が収穫できないじゃないですか。そうですよね。ちっちゃい苗から一生懸命何か取ろうとして取れないじゃないですか。まずは育てなきゃいけないですよね。でそうやってあの自分の変化っていうのはですね、結果なんですよ。まず育てる時期が大事になってくるんですよ。だから、 多くの場合はですね、勘違いしてしまうんですよ、みんなね、うん。勘違いしてしまうことがすごく多くて、その勘違いがどういうもの,なのかっていうと、学んだら人は変われるんだっていうふうに思ってるっていうことなんですね。よく YouTube のコメントとかでも、そんなの簡単にできないですよとか、そんなふうには思えないですみたいな、そういった内容のものがすごく届くんですけど、それって当たり前なんですよ。別に、みんなにセンスがないわけではないし、性格は絶対に変わらないんだってこともないそういうことじゃなくて、シンプルに、だってさ、 やっと木を育て始めたばっかりなんだからさ、それは果実はまだ取れないでしょってだけのことなんですね。学んだ瞬間っていうのは、いわば木の苗を植えた瞬間なんですよ。ね。この瞬間。この瞬間ですね。この瞬間なんで、それはここに果実なんかできてないですよ。これ葉っぱですから。これ葉っぱですよ。うん。だから、まあちょっと下手くそな絵ですけどね。うん。まあ、ここに葉っぱしかないですよ。果実なんか全然ないんですよ。だから取れないんですね。だから、 こういったこと、うん、大事なことに気づいて、これから自分をどう成長させていくのかっていうのを今、把握した段階、これ。これね、把握した段階なんですよ。これは今、勉強して、勉強ね。で、把握したんですよ。この状態なんですよね。だから、まだ全然結果って出ないんですよ。結果は出ない。うん。結果は出ないですね。 うん、この状態なんですよ、だから今、植えたんですよと、学んだ瞬間っていうのは、こうやって木を今、植えたんですよって、ね、根っこをこうやって伸びていくんですよ、これからと、こっちもこう伸びていくんですよ、これから、っていう時期なんですよ、だから次にすることって何なのっていうと、それは学んだことを日々実践していくっていうことなんですよね。 学んだことを日々実践していくしかしこの順序を忘れてしまって学んだら何かが変わるんだみたいな風に思い込んでしまっている人っていうのは学んだ後の自分の状況に絶望してしまうわけなんですよ自分はどれだけ学んでも変われないとか自分には学んだ考え方を採用できないんだみたいな風になっちゃうんですよねそうじゃないんですよそれが普通なの普通だそれがスタートなんですよ この段階なんだから、今、植えたんだからね、植えたんだったら次はこれ、水を上げていくっていうのが大事なんですよ。例えばね、野球選手が打ち方を教わった瞬間にホームランは打てないんですよね。うん。僕たちだって、学んだ瞬間に自分を変えることはできないんですよ。ホームランと一緒なんです。なので、初めから何かが変わるわけがないっていうのがスタート。これがスタートなんですね。これが理解できているとかなり変われないっていう悩みは軽減されていくんです。今やるべきことは嘆くこととははくでな 苗木を少しずつ成長させていくことだとだそういうふうに方向を切り替えることができるからですねじゃあこの考え方をベースとして本来の自分を見失わない方法を考えていきましょう本来の自分を見失ってしまう人っていうのは先ほどの話の通り学んだ瞬間に自分は変わっているっていう前提を心のどこかで作り出してしまっているんですよね自分の言葉は変えることができた行動も変えることができたでもそれに伴って心の状態が変わっていない だから心と言動が乖離りしてしまっていて本来の自分ではないんじゃないかっていうふうに思ってしまう、うん、こういう思考の流れっていうのはかなり多くの人が持っているんですけれどもこの思考がちょっとですねズレがあるんですよ例えばあなたがねプロ野球選手になりたいとしますよプロ野球選手になりたい野球少年だったとします毎日朝から晩までバットを振って走り込んで筋トレしてあのまる選手みたいになるんだ で理想を描きなながら必死に練習をしていたとすするじゃないですかこの時あなたの心の中には憧れのプロ野球選手のイメージがあってそれを自分の理想としているわけですけれどもだからといってその瞬間から自分がプロ野球選手なんだなんて思い込まないですよねプロ野球の試合を見た瞬間に「はい自分はもうプロ野球選手になりました」とかそんなことを冗談でしか口にできないじゃないですかじゃあそんな時にね あなたが何をするかっていうと簡単ですよ。はい、練習ですね。練習をすると思います。バットを振って、憧れの選手の動画を何回も見て真似をして、日々少しずつでもその選手に近づけるように努力していくと思います。でもね、その時に、これは本当の自分じゃないかもしれないとか、本当の自分は体力がない弱い人間なんだとか考えないでしょそんな自分を鍛えて、変えていくのが日々の練習の 意味だからですよ、うん、これは自分の内面の変化でも全く同じことで僕たちが何かを学んだ瞬間に変えている行動や発言っていうのは自分を偽ってるんではなくて自分をを変えてていいくために努力をしている瞬間なんですよね多くの人は今の自分イコール本来の自分だというふうに誤解をしてるんですけれども今の自分はあくまでまだ 未完成の自分ででしかないんですよつまりあなたの心の中で成長を邪魔している目利きが何なのかっていうと今の自分が本当の自分だと思い込んでしまっていることなんですよ。 だからその自分から離れていく瞬間に本当の自分じゃなくなってるんじゃないかなと思っちゃうわけです今の自分から行動を変える発言を変えるそういうふうなことをしていた時にあこれって本来の自分じゃないんじゃないかなとうう思い込んでしまうということですねどんどん自分を成長させていく人ってですね全然変われずに迷走してしまう人の大きな差この大きな差っていうのは本当の自分を過去に置いているのかそれとも 未来に置いていてるのかここなんですよね自分を見失う人は自分の本当の姿が過去にあると思っていますでも本当はそうじゃないあなたの輝く姿っていうのは目の前の背伸びの行動ですよね練習を当て背伸びだと思います発言を変える背伸びだと思いますだって心はまだ追いついていないんだからでもそういう背伸びの行動を続けた先にある未来です未来これがあなたの本来の姿になっていくということなんですよ ここなんですね。ここにあるっていうことですこれを理解していけば今自分の言動と心が一致していなくても今は訓練で内液を育てている時期だからっていうふうに解釈することができて自分の心がブレることっていうのがなくなっていくんですね別に今のあなたは自分を偽ってるわけじゃないんです日々努力を積み重ねているだけなんですよ 自分がブレるかどうか自分を見失うかどうかは本来の自分の位置が過去にあるか未来にあるかで決まりますあなたは自分の本当の姿を過去の自分に設定しますかそれとも未来の自分に設定しますか後者を選んだ時今の自分の状況をマイナスに見ることっていうのはなくなっていくと思いますちなみに自分の心を変えていくことで 人間関係における本当の魅力っていうのは鍛えられていくわけなんですけれども多くの場合心を変えようとした結果考え方を学んだりとかいろんな勉強したりして考え方がですねこれですね硬くなってしまうっていうのが非常に多いんですよねそれってむしろ人間関係を悪化させる方向に状況が動いてしまうんですよ悪化するんですね著名人でもめっちゃ勉強したことによって 他の人の意見を聞けなくなってしまったりとか、見下してしまう,ようになったりとか、正解はこうあるべきだみたいな、0か100かの考え方ですよね、えー。こういったものに偏ってしまう人っていうのはかなり多いんですねで。偏りは人間関係のバランスも、自分の精神状態も崩してしまうきっかけになっていくんです。 僕の LINE コラムではですねそういう偏った感覚ではなくてむしろ周りを包み込んであったかくしていくようなそんな柔軟な心を養っていく方法っていうのを具体的に解説していますコミュニケーション能力を高めていきたい人から愛のある人間だと思われたいし実際にそうなっていきたいただそこにいるだけで,ですね周りの人たちも気持ちよくさせれるような愛していけるようなあったかくしていけるようなそんな人間になりたい そういう人にですね、かなりおすすめの内容なので、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思っています。動画説明欄から今すぐに参加して読めるようになっていますので、よかったらご確認ください。ってことで、今回の動画では、本当の自分がわからなくなる人が、今すぐ思い出した方がいいことというテーマでお話しさせていただきました。本当の自分がわからなくなってしまう人は、本来の自分を過去に設定する傾向があって、その結果、 自分が変わろうとした行動や発言をこれは自分じゃないっていうふうに思い込もうとしてしまうんだっていうお話でしたね。そうならないために常に自分の本来の姿っていうのは一つ一つの行動を積み重ねた未来にあるんだよというふうに捉え直すのが大事で日々今までの自分ならやらないことに前向きにチャレンジしていくということですよね。これが大事になってきますよっていうことでした。 今までの自分ではなく、これからの自分に焦点を当てていく。これを常に意識してやってもらえたらなというふうに思います。一緒にですね、自分のメッキを剥がしていって、磨き上げて、本来の魅力っていうものをどん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 輝かせていきましょう。ということでですね、えー、今回の動画っていうのは終わりになるんですけれども、このチャンネルでは、 自然体で愛される人になっていくために自分の心にあるメッキを剥がしていく方法っていうのを日々解説していてます人はこれまでの人生の中で偏った考え方や思考の癖本来の自分とはかけ離れた理想の自分像っていうものを知らぬ間に作り上げてしまっているんですよねでそういった心のメッキが悩みや問題であったりだとかマイナスな感情であったりとかね物事がうまくいかない原因とかそういったものを作ってしまうものとなっているんですよ なので、まずはその心のメッキっていうのを一枚一枚しっかりと剥がしていく。 うん、でそうやって余計なものというか、今まで持ってしまっているインナーチャイルドと呼ばれるものであったりとか、トラウマと呼ばれているものであったりとか、自分の中でちょっとなんかこう失敗しやすい考え方であったりとか、自分の人生がうまくいかない考え方っていっぱいあるじゃないですか。そういったものをちょっとずつちょっとずつ剥がしていく。うんで、剥がしていって剥がしていって、剥がしていった先に本来のあなたの魅力っていうものがあるんですよ。で、その魅力がパーって出た瞬間にね、これだけで本当世界の見え方がガラッと変わるしね、あなた本来の魅力っていうのがどんどんどん,どん引き出されていって、 でただ自然体でいるだけで愛されていくっていうようなそういった状態が作れていくんですよ。で僕の理想はそうやってね心が明るくなって自分の魅力がパーって発揮されているような状態の人たちが自然体でね周りから愛されていって関わる人たちですよ。その人たちが実際関わる人たちのことも笑顔に仕上げられるそんな世界を作っていきたいんですね。 そうやって世の中から無駄な批判であったりとか暴言といったですね、人から奪ってしまうような存在をできる限り減らしていきたいというふうに思っているんですよ。一人一人が関わる人を笑顔にしていきるよ。けるような流れが今より少しでも大きくなっていけば、心ない言葉に傷つく人であったりとか、人を恨んだりとか、傷つけたり、そうやって人から奪う。オラオラ、支配するみたいな。 そんな人がどんどんんん減っていくと思うんですねなので僕はこれからも動画をどんどんアップしていって多くの人のですね心のメッキっていうのを一枚一枚丁寧にしっかりと剥がしていけたらなというふうに思っていますもしですね僕のそういった思いに共感したよとか一緒にそんな世界作っていきたいなとかそういうふうに思っていただけた方はですねぜひチャンネル登録をしたりとかまあ、LINE のコラムのね、えー、仲間に加わってもらったりとかってして一緒にねこう 活動をしていくというかあの、一緒に自分を変えていく、周りの人たちを笑顔にしていくみたいな、えそういったね、こう活動に加わっていただけたらなというふうに思います。まあ、活動だから自分何かしないとみたいなふうに思わなくてよくて、まずは自分が幸せになる、まずは自分が笑顔になるっていうところからやってもらえたらなというふうに思っていますので、まあ、ぜひですね、一緒に頑張っていけたらなというふうに思っております。ということでですね、えー、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。